なんでにゃんテレパラニャン。韓国はもう24時間やってるぐらい。オルマの歩きますわ。あのタイヤパ。もう、굉장히危ないや。褒めますじゃないね。くふきひ。モンスト여러분、안녕하세요。ベティカップルのクリコです。김경식입니다。今日は何しますか？오늘은저희가동거를한지한5개월정도가됐는데동거를하면서クリコが한국사람인저한테좀놀랬던거나쇼크를받았던거아주びっくりしましたことを한번오늘한번이야기를해볼까합니다그렇게많지않을거라고생각이들긴하는데 들어봐야죠일단どれくらいあると思う？한2치ぐらい2치고내루토키갖고있는손나도とりあえずジャンルがありますよ。ジャンルが億くらいあります。それね、ちょっと待って、今日寝ませんね。シクサとか、うん、やっぱり一緒に住みますよ。そうとりあえずご飯めちゃめちゃ食べます。白ご飯とかをとりあえずめっちゃ食べます。白ご飯、私久しぶりに家で米を買ったもん。それぐらいご飯めっちゃ食べるし、飲む時とかってあんまり夜のご飯はおつまみだけでいいかな、枝豆だけでいいかなっていう時もめっちゃ米を食べてからじゃないと飲み会に行かない。あ、근데왜냐면은日本の居酒屋とかね、안주とかが너무小さいじゃないよ。ちょっと小鉢とかね、ちょっとちっとあるよ。そしてなんか日本の飲む文化が너무後で締めラーメンを食べますじゃない。あ、締めの雑炊とかご飯とか。근데韓国는締めラーメンより次の日に朝起きて締めるしますね。締めしないの韓国。あの日にはしないと。どの日だよ。外国人だからそうじゃん。外国人だからよ。急にロメンティックになったから。あの日には。私も韓国人ならば焼酎や韓国語ならば。やっぱりね、日本の居酒屋とか酒屋さんが本当に안주とかめっちゃ少ないだから。あ、だからもうもしご飯食べないで飲み会に行ったら食べるものが本当に少ないから。前あんま一回クリコと一緒に食べないで飲みますことがあるんですけど、その時私にいいか。本当に私にしかも結構ガッツリしたもので胃をいっぱいにしとかないとちょっと調子が悪いみたいで、そこが結構ショックなところでしたね。ご飯食べる時に必ずパンチャン、おかずがたくさん小鉢、よく韓国ドラマとか並んでるじゃないですか。漬物のおかわりが外食でもできないのが無理だし、だから今家にはハルモニーのパンチャンときんぴらとかひじきとかを私もお母さんにもらったりして、それでたくさん並べるようにして。日本の食堂とかは3個しかないじゃん、3個、うん、それが初めてめっちゃ不満でしたよ。本当にご飯、お味噌汁、おかずだけじゃん。うん、うん、クリコも韓国食堂行く時パンチャンがでもいる。すごいありますじゃないよ、うん、かそれが今私は韓国人は苦性がなりましたから、うん、もちろん食べませんけど、でもいろいろながないと。でもすごいなんか忙しいんだよ。私たちはさ、こう三角に食べるだけじゃん。でも韓国人もおじんおかなぐらい食べるよね。食べる後で休んでいます。もちろん教職は仕事だったりだとか編集とかで家にいることもねあるんだけど、うん、私が外で仕事をしている時にだいたい掃除機をかけてくれるんですよ。これもちろんめっちゃ優しい。これショックじゃない、もちろんや。私もめっちゃ髪の毛めっちゃ毎日やばすぎる。女子はそうだと思うんだけど、でも教職は最近めちゃくちゃ髪の毛本当何そうそんなに見えますし、でも見えません見えません。髪の毛とかも大変だから毎日やってくれるんだけど、なんか私が帰ってきてすぐクリコを私掃除機かけましたけど追ってもちろん自分で気づく時もあるよ。ああめっちゃ綺麗じゃん、ありがとう洗濯物もみたいなのあるけど、でひどい時には家にも到着してないのに私と駅で待ち合わせして、今日掃除機かけた金魚神出たねそれなんかもう私が今から言おうとっていうか、まだ見てないしあ、いや、왜냐면그리고私が家で掃除しながらどんな考えで掃除をしますけど、もちろん私たちが一緒に住むところに行くから掃除がもちろんいいね、そんな考えもありますけど、あ、クリコに褒めるか早く聞きたいなそんな考えで、それにかそんな考えでクリコ会いに行きますんか、それで会うと出ちゃうのね。俺の嬉しいよ、それでクリコが掃除しましたってどう心の声がもう待てない、もう顔でわかるどれぐらい綺麗かなっていうのでも綺麗じゃないの今も、パパ、うん、綺麗だ今綺麗じゃん、うん、今日しませんでしたね、うん、たまにはもうお昼が遅かったから夜はちょっととかいう日があるんですけど、うん、全然次の日まで我慢しようぜみたいな時にも11時ぐらいになると暴れ出すんですよ。
これそんな表現しないでよ本当に。前はってたこ焼き食べるときめっちゃくれますか。違う違う、私もデリマとかを調べてさ、もうピザ屋さん閉まってラストオーダー終わってる、寿司のデリバリーも終わってるとか言って、なんでなんデリバリーない、韓国はもう24時間やってるぐらい。東京とかはあるかもしれないけど鹿児島ないのでね。私も韓国で1ヶ月にディリバリーを한10回はディリバリー食べます。韓国で本当に幸せポイントがそれや。딱11時にテレビで一番面白い番組とかがあります。それ見ながら家族と一緒に교촌치킨레드콤보콜라큰거こんなしながら見ますよテレビ。それにさ、多分日本よりもジュース飲むよね、炭酸よ、コーラとかサイダーって。ー日本そんなに飲まないから、私いつも買い物行くときに、結構コーラぬサイダーぬ、そのなんか飲み物の文化も全然違う気がする。マジ、うん。休みの日とかはどっかに遊びに行こうかなとか思うし、うん、夜だったら飲みに出かけたりしようと思うんだけど、できるだけ近いところで済ませようと。でも、もちろん歩くのがもう本当に辛いみたいで、オルマの歩きますんだあのタリアパタリアパ誰がねや、今誰がね、私が一応そんな目で死んだ魚目で。あに、근데왜냐면은봐봐그리고今は私が天文館まで一人でも歩きますじゃな、うん、그치、うん、なぜなら知らないから歩くがもっと遠いに感じしますが、あとどれぐらい、あとどれぐらい、もう処理分でそんなに嫌いかな。でも今めちゃくちゃ上手だからさ、歩くが上手ないともある、上手さそれ褒めるやそうそうそう。しかもなんか一回なんか鹿児島の汽車場っていうところから中央駅に戻るときに、あいよタクシーあんたそんなじゃないよ、タリーもともと歩きますって、もともと太ってますになりますね、私タリーがだんだん痩せて、ここにコギンが来てるんじゃない上にだんだん、ここよし、次それ褒めるや。外に行くために準備をするときに、うん、私よりも長いじゃない、でも見た目にすごく気を使ってるのでで面白いのが、私リビングで化粧してるんですけど、彼は洗面台でやってるんですよ。で洗面台でこうやっててグイグイって、でそれがアップスタイルで、あ私アップスタイル好きだけど、えめっちゃいいじゃんって、これどんな服着るのとか言って、3分後にダウンスタイルしてやめたのみたいな。でそしたらまた1分後ぐらいにえいしてて全部アップになってるの、これな何かなみたいな。結局行くときは帽子しますそれ最後さ帽子かぶって出ていくからさ、この私よりかかった30分で何って思って、あは今日現状に危ないや今日褒めますじゃないねしかもね、まあ、こういう時よじゃってさ、今日どうかなって見せるじゃん鏡の前で、うん、私今日どうかなってやったらあいいねって言って、君教師見たら自分だけ見て自分クリコ、うん、クリコ一目綺麗아니그리고그리고는私가헤어とか옷とかに気になりますがいいじゃない。もちろんいい。もし私が毎日ベレス팬티で마트行きますよ、こうたまに팬티も忘れまして、あクリコクリコ掃除しました、그런ら気持ちや。でもそこまで行けないと思う、その前にもう警察に行ってるそれなら警察でクリコ今掃除しました、ここも綺麗じ綺麗。びっくりしたわけじゃないし、全然それが悪いとは思ってないんだけど、チャギの丹米の仕方が、うん、こちょっと待って、タッパイがなんで今こんなじゃん、こんなじゃない、こんなにしますよ、こっちあ、こんなじゃん、こうやって吸うもんだと思ってたから、こうやって吸う人初めて見て、あもちろん今は丹米をしませんですけど、待ち3時ですよ、これもどうぞ。왜냐면한국어では私より最後에있었던이슈였던게코레가폴라이트코레가폴라이트그러니까코레가슉슉한가나리마스인거죠구세니나때구세니나리마시던거죠家とかでもデートの時とかでもとりあえず写真は日本人より好きかなって思うんだけど、写真をクリコ撮ってって言って、あもう全然いいよって、あーでせちょっと 見せて見せてあ分かった分かった変ですね。さした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 。はあ、で、せ、あ、見せてみた。あいご、
アングルを真ん中にしてる。そんな最初から話してくれ。クリコなぜなら本当にクリコは下からこんなに取りますわね。だって取るからにはもっと背も高いし安いなんかボルカちょっといいようにいいように取りますがいいじゃん。クリコもう違う。こんなん取りますもん。違う。だってそしたら目が大きく見える。可愛いじゃん。これが韓国人と住んだからって言ってみんな韓国人がそうっていうわけじゃないんだけど、私が彼氏のキムキョンシックと一緒に住んでて思ったギャップで。いいポイントも多いんで、なんでそんな話だっけ。めっちゃ多い、めっちゃ多い。なんでこんな。だからこれは今日は悪口じゃないからね。うん。うん。納得。日韓カップルの人も今一緒に住み始める人とかこれから一緒に住む人もいろいろギャップをね、ショックっていうか、うん、いいギャップも悪いギャップも出てくると思うから、これでもね相談できる人がいたら心強いからみんなの意見も欲しい。でももちろんみんなが私と同じじゃないですけど、なんかちょっと似てますポイントはあると思います。例えばあるかもしれない。ご飯とかそれが本当に似てます。写真とかね。そんな人은もちろんや。네아무튼이렇게해서오늘크리코가저에대해서좀충격적이었던거놀랬던것을얘기해봤는데이다음편은제가크리코한테일본사람인크리코한테놀랬던점을한번이야기를해볼까야자기너있어있지너무많아어떠시는둘이야이제아사오키테크라하나씩왔어아사오키테에이